佐々木朗希、メジャー挑戦か。ロッテの佐々木朗希投手22がポスティングシステムによるコンオフのメジャー移籍を球団に要望していることが9か、わかった。複数の大リーグ関係者が朗希がコンオフにもメジャーに挑戦したい希望を持っている話を聞いた、と明かした。米メディアによると、佐々木朗サイドはすでに大リーグ球団と接触し、本人周辺の関係者もメジャー挑戦を後押ししているという情報もある。さすがにちょっと早くない？ロッテが許さんやろ。高卒4年目、早すぎん。大谷でも5年目だったよな。日本の中6日すら無理なのにメジャー行ったら壊れるよ。せめて規定投げてから言わんと。本人もわかってるやろ。ダメってわかってるけど早くから訴えてた方が結果的にも早くいける的なこと？ロッテ、ドラフト競合して大事に育てたのに一瞬で出ていかれる可能性あるのくさ。よし、朗希は5年かけて育成する言ってたしまだあかんやろ。まあポテンシャルは間違いないが早い。まだ日本で見たいわ。山本由伸みたいに25歳まで待てばすごい契約もらえるやろに。15日までポスティング期限だから現実的じゃない。さすがに今年は無理やろ。